点は取れないんじゃないかなと思ってしまいますね。逆に伊沢の落としを奪った小川から右、田中ハイマのクロスボール突っ込んできた。お、決まった。これはすごい。玉田です。玉田左足ダイレクトスーパーゴール。スコア対名古屋追いつきました。いや、素晴らしいゴールですね。びっくりした。これは本当にびっくりした。鎌田がなんと飛び込んできてダイレクト左足。クロスの位置が近くなったんですよね、はい、先ほどより。これですね、はい、これワンタッチで打ってきた。もうこれはもう素晴らしいですね。ちょっと甲府もお手上げ。2列目からなんでちょっと見切れなかったんでしょうね。この玉田のスプリント力とこのワンタッチで合わせてきたこのミートの技術、あのスピードでワンタッチで、それもインステップ気味ですからね。この技術はねすごいと思います。お見事。玉田今季11点目、